心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございます。今回は DX 対策講座オンラインということで1問出題させていただきます。弊社は心理学の会社ですが、実は組織内部の運営にあたっては DX、デジタルトランスフォーメーション的な発想を早くから取り入れてきました。IT 企業に所属していなくても DX への対応は急務です。この講座では毎回超短時間で DX に関する基礎知識を丸抜形式で出題していきます。今回は 丸抜ではありません実は <laughs> えっと普段は丸抜ですね、えー、DX に取り残されていて、えー、まずいなと思っていらっしゃる社会人の方、えー、就職活動で差をつけたい学生の方を対象に出題していきます日本イノベーション融合学会さんの DX 検定の対策にもお役立ていただけるんじゃないかなと勝手ながら思っておりますちなみに、えー、DX 検定の出題範囲は大別するとビジネストレンドと先端 IT 技術トレンドになっているようなんですがまあ、何から勉強していいのか わかりにくい DX にこのような一覧があるのは大変助かりますねそこで今回は DX 検定の出題範囲のビジネストレンドの中分類プロセスイノベーションから出題してみようかなと思っています実際に DX 検定に出題されたらいいですねということで早速問題です 企画設計、生産、販売、メンテナンス、廃棄、もしくは企画開発、量産開始、生産終了の過程をたどることが想定されている概念として、最も適切なものを一つ選択せよということで、選択肢1、RDA、選択肢2、VIM、選択肢3、ERP、選択肢4、PLM でございます。 セカンダリーではこのように DX 人材を目指す方を応援しております。この DX 対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いかがでしょうか正解申し上げてしまいます。こちらの問題、正解はですね、4番、PLM でございます。無料でご覧になられている方、ここまでご視聴ありがとうございました。では簡単に解説です。せっかくなので、それぞれ見ていきましょうか。